カニザ55番星 B は太陽に似たカニザ55番星の周囲を14.65日の周期で公転する太陽系外惑星である。カニザ55番星系の中では主星から2番目に近い惑星である。ホットジュピターの例とされるが、むしろウォームジュピターであるともされる。1996年にジェフリー・マーシーやポール・バトラーらにより発見され、 パルサー惑星を除いて4つ目の基地の太陽系外惑星となった。カニザ55番星の視線速度の変動はカニザ55番星 B などの惑星の存在によるものである。大部分の太陽系外惑星と同様にカニザ55番星 B は惑星の重力の影響による主星の視線速度の変化を検出することにより発見された。 カニザ55番星のスペクトルのドップラー効果を測定することにより15日間の周期が検出された。惑星の発見はウシカイザタウ星 B、アンドロメダザウプシロン星 B と共に1996年に公表された。木星の0.8倍の質量であるこの惑星の存在を考慮に入れても構成の視線速度はまだ一定にならず。 その後2002年により外側を交転するカニザ55番星 D が発見された。2020年現在では B、C、D、E、F の5惑星があることが分かっている。カニザ55番星 B の軌道の交転周期は短く、以前に発見されたホットジュピターであるペガスス51番星 B と比べて、遠軌道に近い軌道をとっている。交転周期から、 惑星がカニザ55番星シート1、3で軌道共鳴していることがわかるが、惑星のパラメータのシミュレーションから、公転周期がこの日に近くても惑星は本当に共鳴の状態にあるわけではないということが示された。2012年、惑星の上層大気が恒星を通過するのが観測された。軌道傾斜角が約85度であるため、 カニザ55番星 E とほぼ共平面であることが明らかとなった。これにより惑星の質量には制約が与えられたが、その半径を制約するには軌道傾斜角が小さすぎた。質量は木星の約80%である。カニザ55番星 B は個体の表面を持たない巨大ガス惑星である。大気の通過により上層が水素であることが示されている。 この通貨はほぼ接線であるため、半径や密度、表面温度等は未知である。蘇生が木製と同様であり環境は化学平衡に近いと仮定すると、カニザ55番星 B の大気上層は雲がなく、スペクトルはアルカリ金属の吸収線が豊富であると予測される。大気の通貨は恒星の熱の下で、それがゆっくりと蒸発していることを示している。蒸発は、 それまで研究されてきたホットジュピターよりも遅い。もし衛星を持っていれば、超積力により短期間で吹き飛ばすか破壊してしまうと考えられるため、大きな衛星は持っていないと考えられる。2015年に国際天文学連合によって、太陽系外惑星系の名前の公募と投票が行われた際に、カニザ55番星形も対象となった。 2015年12月15日、国際天文学連合より、オランダのアマチュア天文家団体連盟が提案した以下の名称が選定されたことが発表された。ありがとうございます。